まあ、一緒にちょっとねこの前に開封したカプリコの残りをゲリラオフ会で配ろうかなと思ってます。1時間前にねツイッターの方で姫路駅でオフ会やるかいっていう風に言って、今深夜の12時半なんで多分あんま来てないと思うんですけど、待ってると思う、行ってみたいと思います、はい、うわ、いっぱいおる、めっちゃおる、めっちゃおるえぐいって。とりあえず拍手だ、拍手だ、ごめんね、しまった、ごめん、ちょっとほんまに頑張って、ありがとう、頑張る、ありがとう、やばいやばい、タクシー運ばれちゃった、バイ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 、これやばい、危ない、危ないから、危ないから、ちょっと頑張る、危ないから、これやばいね、マジで、これはちょっと、いや、こんな来る、いや、ビビってんだけど、マジで、実は禁断ボーイズこの後有楽町で撮影があったんですよ。で視聴者の人で、ね、それを駆けつけて有楽町の周りみんなで囲んでて、警察ももう出動してて結構ヤバい時代になっててね、駅員の人もびっくりしたし、警察の人もびっくりしたし、タクシーの人も全員ビビっとったからな、ちょっとヤバかったな。